命短し恋せよ乙女。エステル、まだジンさんがどこにいるか分かっていないよ。東外区にあるカルバード大使館を訪ねよう。Thank you.
オート・グランセル、テロリスト事件があったにもかかわらず街はとても賑やかですね。早速研究を始めたいのですが、街の見物もしたいですし弱りましたね。
おっと、こちらはカルバード共和国大使館っす。何のご用すか？ここに泊まっているジンって人に用があるんだけど。お手数ですが、取り次いでいただけますか？ジンさんに会いに来たんすか？俺、最初あの人を見たとき、少しちびりそうになったんすよね。オートの真ん中でクマがとか思っちゃったっすから。ジンさん大きいもんね。でも話してみると気さくでいい人なんすよね。交代前で腹すかしてる時に肉まんを差し入れしてくれたし。うん、頼りになる兄貴って感じよね。それでジンさんに取り継いでいただけますか？ああ、それなんすけど、ジンさんさっき帰ってきてからまた出かけちゃったんすよね。武術大会の本戦に備えて修行の場所を探してるみたいで。修行の場所？さすが本格的なのね。具体的にはどこに行くとか言ってませんでしたか？郊外にあるエルベ周遊道に行ったみたいっすね。森の中にある公園って感じだから静かで修行にもってこいらしいっす。エルベ周遊道か。僕たちも行ってみようか。もちろん、早いとこ相談しなくちゃ。ああ、周遊道に行くんだったら一つ気をつけてほしいっす。奥の方にエルベリ宮っていう王家の建物があるんすけど。あ、それ前に聞かされたわ。テロ事件の対策本部にするため軍が立ち入り禁止にしてるんですよね。なんだ、知ってたっすか。あそこに詰めてる連中はいろいろうるさいから注意するっす。近寄らないのが一番いいっすね。いろいろうるさい連中か。目をつけられたらやだし、なるべく近寄らないようにするわね。ご忠告ありがとうございます。
ジンさんの滞在先は東街区にある共和国大使館です。普段は酒場にいるようなので、そちらも覗いてみた方がいいかもしれませんね。酒場は、やあ新人君たち、君たちと戦えるのを楽しみ。エルベ州誘導か。森の中なのに石畳があるなんてちょっと面白いわね。オート市民の憩いの場所としてずいぶん昔に作られたみたいだよ。ざっと数百年は経ってるんじゃないかな。さすがは女王様のお膝元ね。でもなんだか魔獣の気配がプンプンするんですけど。さすがに鋭いね。多分さっきの通りよりも危険な魔獣がいると思う。気を抜かないでジンさんを探そう。
悲鳴？奥の方だ、急ごう。ああ助けて、誰か助けてください。シスター、もう大丈夫だからね。危ないですから下がっていてください。なかなか手強かったわね。シスター、大丈夫だった？ はい、おかげさまで。あなた方は一体？僕たちは遊撃士協会の者です。人を探している途中であなたの悲鳴を聞いたので。そうでしたか。大丈夫？なんだか元気ないけど、ひょっとして怪我でもしてるの？いいえ、おかげさまで無事でしたわ。私、王都の大聖堂に勤めるシスターエレンと申します。本当にありがとうございました。お礼には及びませんってば。それにしても聖職者の女性がこんな場所で一人きりでいるなんて。お連れの方とかはいらっしゃらないんですか？ええ、私一人きりなんですの。実は大聖堂で調合に使っているハーブを切らしてしまって、お店でも品切れだったのでつい摘みに来てしまったんです。あ、危ないわね、こんな魔獣だらけなのに。いえ、普段はここまで魔獣は多くなかったのですが、どうやら最近になって増えてしまったみたいで。何よこいつら。どうやら騒ぎを聞きつけて集まってきたみたいだね。さすがにこの数は厄介だな。うん、いざとなったらシスターだけでも逃がさなきゃ。よう、お困りのようだな。あ、じいさん。よかった、気づいてくれたんですか。へへ、誰かと思えばお前さんたちか。ま、積もる話は後回しにして、とっととこいつらを片付けちまうぞ。うん、了解です。
やれやれ、おかげでいい汗かいちまった。しかしお前さんたちとここで会えるとは思わなかったぜ。サイスの方で仕事をしてたんじゃねえのかい？確かにあれからそんなに経ってはいないかもね。実は僕たちサイス支部からグランセル支部に移ったんです。おお、そうか。ってことは例の誘拐事件なんとか解決できたみたいだな。あの毒を食らった赤毛のアンちゃんは元気かい？うん、もうピンピンしてるわ。おっと、こいつは失礼。おっ、おいおい、えらくべっぴんさんじゃねえか。お前さんたちの連れかよ。いえ、僕たちもさっき知り合ったばかりですけど。まったく、鼻の下を伸ばしてみっともないわね。キリカさんに言いつけちゃうわよ。俺はただ客観的な事実をだな。ってなんでそこにあいつの名前が出てくるんだよ。危ないところを本当にありがとうございました。皆さんは命の恩人ですわ。いやいや、お気になさらずに。男として、武教の道に生きる者として、当然のことをしたまでですよ。まあ、何をカッコつけてるんだか。ジンさんって実は女の人に弱かったのね。なんとなくらしい気もするけど。お前たち何をしている？え、こんな人気のない場所で密談すると怪しい奴らめ。もしやテロリストではないだろうな。誰がテロリストよ。あんたたちの方が。僕たちは遊撃士協会グランセル支部に所属するものです。先ほどこちらのシスターが魔獣に襲われていたので保護していました。何？遊撃士だと？その方たちのおっしゃることは本当です。私、薬草を摘みに来て魔獣に襲われそうになって。ついでに言えば俺も遊撃士でね。確かあんたたちの仲間とは予選で顔を合わせてるはずだが。カルバードの武術か。あの一人で戦っていたやつか。ふん、身分だけは確かのようだな。今回ばかりは見逃してやろう。だがここはエルベリ宮の近くだ。用もなくうろつかないでもらおうか。それとシスター殿、あなたのことは自分たちが王都まで送っていきましょう。遊撃士風情の手を借りるまでもありません。でも私。むっかー、ちょっとあんたたち、さっきから聞いていれば失礼なことばっかり言って。エステル、いいから。以後気をつけますから多めに見ていただけると助かります。まあいいだろう。お前たちは所詮民間人だ。己の部をわきまえるのだな。さ、シスター殿、行きますよ。あ、はい。皆さん本当にありがとうございました。何様のつもりよ、あいつら。王国軍の情報部に所属する特務部隊とかいう連中だな。腕は立ちそうだがどうにも陰険そうな連中だね。ああいうのは陰険っていうよりも性悪っていうのよ。で、あれ、どうしてジンさんがあの連中のことを知ってるの？ああ、武術大会の予選で連中のチームが出場してたんだ。その時にそう紹介されててな。あの連中が出場？隠密活動をしていた連中が堂々と姿を見せるなんて。多分
存在を隠す必要もなくなったということだろうね。ま、因縁をつけられる前にとっとと町に退散するとしようか。そういやお前さんたち、どうしてこんなところにいるんだ？あ、肝心なこと忘れてたわ。それが実はジンさんのことを探してたのよ。あ、俺を？実はジンさんにお願いしたいことがあるんです。武術大会のことなんですけど。なるほど、そういうことかい。一つ聞いておくが、なんで武術大会に出たいんだ？予選を見てたら体がうずうずとしてきちゃって、手強い相手と思いっきり戦いたくなっちゃったのよね。僕たちは声優劇士を目指して王国各地を旅してきました。今までの修行の成果を試してみたくなったんです。ふん、いいぜ、一緒に組むとしようや。明日大会が始まる前に選手登録をすれば大丈夫だ。やったー！って即答しちゃってもいいわけ？お前さんたちの腕前は前に見させてもらってるからな。助っ人としては十分すぎるぜ。ありがとう、ジンさん。私精一杯頑張るから。よろしくお願いします。こちらこそよろしくな。しかし一人でどこまで通用するか挑戦してみるつもりだったが、助っ人が加わったからには優勝を目指さないと話にならんな。もちろんよ、出場するなら優勝あるのみ。でもそうなってくると一人足りないのは苦しいですね。団体戦の定員は4人ですから。あ、そっか、一人足りないことになるわね。でもまあ、そこはなんとか気合で乗り切るしか。いや、上を目指すんだったら準備は万全にしておくべきだぜ。戦いってのは拳を交える前からすでに始まっているもんだ。確かにそうかも。こういう時に知らねえがいてくれたら心強いんだけど。ねえ、エルナンさんに頼んでロレントに連絡してもらわない？でもシラさんもかなり忙しいと思うよ。父さんも僕たちもいないからロレント支部は手薄だと思うし。そうでした。まあ、もう誰でもいいから協力してくれる人いないかしら。その言葉を待っていたよ。出たわね、このスチャラカ演奏家。まさか2階に潜んでいたとは。ひょっとして今の話聞いてたんですか？余すことなく聞かせてもらったよ。これは僕の出番だと思ってね。あ、ちょっと何勝手に座ってんのよ。確かピアノを弾いてる演奏家の兄ちゃんだったな。お前さんたちの知り合いか？知り合いっていうか、早くも腐れ縁というか。まだ知り合ってそんなに経っていないのにね。僕はオリビエ・レンハイム、エレボニア出身の旅の演奏家さ。エステル君とヨシア君とは前にある事件で知り合ってね。それ以来ただならぬ関係なのさ。誤解を招く言い方はやめい。ああ、よくわからんが俺の方も名乗っておこうか。ジン・バセック、カルバード出身の遊撃士でウーシューの道を志している。あんたのピアノにはいつも楽しませてもらってるよ。お褒めに預かり光栄至極。僕の方も大会予選でのあなたの武勇は耳にしている。4人を相手にしてたった一人で圧勝したそうだね。素人相手で運が良かっただけさ。で、その演奏家さんが俺たちに一体何の用だい？ちょっと待った！オリビエさん、一つ確認しておきますが、
ひょっとして最近かなり暇だったりしますか？さすがヨシア君、鋭い質問じゃないか。王都に来てから一月余り、一通り観光をしてしまって、残るはグランセル城ぐらいだが、無粋な兵士が入れてくれない。他の地方にも行ってみたいが、生誕祭が迫っているから今王都を離れるのも忍びない。要するにかなり暇だと。そこに降って湧いたような定員が一人足りないという話。さらにとどめに、優勝者には豪華な晩餐会へのご招待。まさに女神の典型と言えよう。はあ、そんなことだろうと思いました。というわけで、僕も武術大会の仲間に入れてくれないかなって。いいんじゃねえのか？ちょっとジンさん、そんな簡単に。オリビエがどういう戦い方をするかも知らないんでしょ。獲物は動力銃だろ。戦術の幅も広がるし、いいチームになると思うがね。これは驚いたな。やはり脇の下の膨らみと歩き方で分かってしまうものかな。それと視線の動かし方だな。武術家だろうが剣士だろうが、動く対象の捉え方は線だが、あんたは相手の動きをポイントごとに捉えている。銃使いに特有の視線の動きさ。ひょえ、プロだわ。なるほど、確かに理屈ではそうなりますね。ふむ、今後気をつけておくとしよう。で、その達人の目から見て、僕は合格ということでいいのかな？ああ、よろしく頼むぜ。一抹の不安は残るけど。オリビエさん、よろしくお願いします。お腹いっぱいになっちゃった。あの二人、あれだけ食べといてまだ飲み食いしてるなんて、付き合いきれないわ、もう。ジンさんはあの体格だし、オリビエさんも健啖家だからね。明日の試合に差し障りがなければ大丈夫なんじゃないかな。確かに二人とも心配するだけ無駄な気がしてきた。さてと、僕たちはそろそろ北街区にあるホテルに行こうか。エルナンさんが部屋を予約してくれているはずだよ。こんばんは。ようこそホテルローエンバウムへ。お泊まりのお客様でいらっしゃいますか？はい、私たち遊撃士協会の者なんですけど。部屋を取ってもらっていると聞いているので確認していただけますか？おお、あなた方のことでしたか。ええ、確かに受けたまわっております。はあ、助かっちゃった。エルナンさんに感謝だね。エステル様とヨシュア様ですね。失礼ですが、遊撃士協会の手帳を見せていただけますか？あ、ちょっと待っててください。はい、確かに。それではこれをお渡ししておきます。階段を2階に上りまして、左手奥の部屋でございます。何かご用がありましたらフロントにお申し付けください。
もう遅いから外に行くのはよそう。明日から試合だからね。ゆっくり休んだ方がいいと思うよ。うん、それはそうね。もう遅いから外に行くのはよ。202号室。うん、ここみたいだね。ふわ、雰囲気のいい部屋ね。見て見て、こっちからだと夜のグランアリーナが見えるわ。へえ、本当だ。ただで泊めてもらうのが申し訳ないような部屋だね。武術大会が終わるまではここが僕らの拠点になるわけか。この部屋でしばらくヨシアと一緒に暮らすんだ。私ってば、何を考えてるのよ。あのさ、エステル。ヒャイ？いきなりこんなことを言うと変に思われるかもしれないけど、その僕たちは家族だよね。え？父さんみたいに頼りにならないかもしれないけど、シェラさんみたいに聞き上手でもないけど、それでも僕は家族として君の支えになりたいと思っている。もし何か悩み事があればいつでも相談に乗るつもりだから。ああ、なんだか最近君の様子がちょっと変な気がしたからさ。勘違いだったらごめん。まったく、ヨシワらしいっていうか、めちゃくちゃ鋭い割にはどこかピントがずれてるんだから。え？ありがとうヨシワ。でもそんなに心配しないで。確かに私最近ちょっと変かもしれないけど、辛いとか苦しいとか深刻なことじゃないから。ちょっとだけ気持ちの整理がつかないだけだから。だから大丈夫、見守ってくれるだけで大丈夫よ。そっか。うん、だったら僕も余計な心配はしないようにする。その代わり、悩みが解決したら僕にも話してくれると嬉しいな。あ、無理にとは言わないけどね。うん、心の整理がついたら話すことにはなっちゃうかも。え？ううん、なんでもない。まだ早いけど今日はもう休まない？いろいろあって疲れちゃった。そうだね、明日は試合もあるし、荷物の整理をしたら休もうか。よう、おはようさん。おはよう、ジンさん。すみません、わざわざ迎えに来てもらって。なーに、いいってことよ。どの道試合前にいろいろ準備しておきたかったからな。工房に武器屋、そして百貨店と一通り回った方がいいだろう。備えあれば憂いなしってやつね。ところで、オリビエのやつはまだなの？モーニーン、親愛なる諸君。はっはっは、初陣を飾るのにふさわしい実にすがすがしい朝だね。また狙ったようなタイミングで現れるし。おはようございます、オリビエさん。おはようさん、これで全員揃ったな。それじゃ、出かけるとするかね。
確か武術大会って正午から始まるのよね。まだ朝早いけど、どうやって時間を潰そっか。さっきも言ったが、足りない装備は店で揃えておいた方がいいだろう。それと体を慣らすためにも街道あたりで魔獣退治するのも悪くない。なるほど、ウォーミングアップというわけだね。確かに試合前に団体戦の感覚は掴んでおくべきかもしれませんね。このメンバーで戦うのは初めてですし。そうと決まればレッツゴー。準備が整い次第グランアリーナに行きましょう。Thank you.
Thank you.